はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、ちょっと別動体の方はカスタマイズで鍛えられないみたいなんで、もうちょっとこのまま次へ行きましょう。おう、アリサとベガー、あなたは何者ですか？ここは危険です。避難してください。お前だ、危険なのは。やられるぞ。あの軍服、どこかの国の軍隊？そんな情報は聞いてないけど。ここはフェンリル極東支部の作戦区域です。周りの金の鎖も正体不明なんです。鎖の除去のために新規兵も投入されます。何が起こるか分かりません。避難を。この鎖を排除するか、その方法を考えねばな。鎖の剣をいつまでもあの連中に頼らねばならぬというのも面白くない。小娘、貴様こそ何者だ？すいません、名乗っていませんでしたね。私はアリナ・イリーニチア・アミヘラ。超言いづらい。フェンリル極東支部独立支援部隊クレイドル所属のゴッドイーターです。ゴッドイーター、ジュリから報告があった荒神に対抗する組織か。繰り返します、ここから。おお、荒神、しまった、接近に気づかなかったなんて。来たか、報告通りだな。報告通り？あなた何を知っているんです？うるさい小娘め、騒がれても面倒だ、消えてもらおうか。え、何者なの？穴蔵に通信もつながらないし確認もできない。お、宝箱光ってんな。え、民間人？どうして作戦区域に何人も？ぬ、うわっと、こっちには化け物がうようよいるぜ。やはりこの町には見覚えがある。それにこの化け物たちにもな。ここは私たちの時代から60年ほど後、荒神と呼ばれる怪物のいる世界よ。金の鎖は？いえ、以前来た時には金の鎖はなかったわ。他の時代や世界同様、最近のことみたいね。あなたたち、ここは危険です。すぐに退去。って、あら？なんじゃ、正面に非常に嘆かわしい格好の女子がおるが。ちゃんと前閉めろよ。これは上着のサイズがあって、見たことある人が。おー、アーリサちゃん。バシロンさん。え、アリサ？前に一緒に戦ったアリサ、もっと子供っぽくなかったかしら。やっぱり3年前の。ずいぶん感じが変わったな、いい女になった。ふふ、あれから3年経ちましたから。俺たちが知っているアリサの3年後の姿だということか。ややこしいな。く、育ち盛り。なんか不思議です。皆さんはあの時のままだなんて。初めての人はまた紹介してください。あ、そうだ。後ろの人はバシロンさんたちの仲間の人ですか？は？後ろの人？茶番を聞いていたのか、ベガ。どこから紛れ込んだ？ベガ、どうしてここに？船もろともに海の木図にしたはずだが、しつこい連中だ。楽神爆弾の扱いには慣れている。もう少しひねるんだったな。要するに神様は見ておるってことじゃ。お主の悪行を許すなとな。ここで捕まえてやるぜ。降りてこい。あの人は敵なんですか？ま、正義の味方には見えんやろ。本間もんの悪人や。秘密結社シャドルーの総帥ベガ、様々な事件に深く関わっている。私は忙しい。そこで遊んでるがいい。貴様は何をしている？荒神、なかなか興味深い素材だ。研究してみるのも悪くなかろう。いい加減に仕上がれ、ベガ。ウイルス兵器以外にこんな化け物も使う気か。数十年後の未来、使えそうなものが多い。何？アンドロイド技術も活かせるというものだ。より良い形でな。どういうこと？ふんふんふん。おい、何か来るぜ。でかい。なんやこいつら。え、新規兵？予定よりも早い。アリサ、この時代のメカなのかい？極東支部で運用している対荒神用の無人兵器です。でも私からの状況報告を待ってから出撃するはずだったんですが。いや、予定通りだ。制御はうまくいっているようだな。何？まさかてめえが。デュイ・デュラル。あれは V ・デュラル。幽霊船にいたサイボーグ兵器か。あのロボット、新規兵だったか。そいつらを制御している。そんなことが。
ようやくか、手こずりよって。ウイルス兵器、サイボーグにアンドロイド、そして今度はロボット技術か。次から次へと悪だくみよう。それだけだと思っているのか、愚か者どもが。他にも何かあるのか。ふん、勝手に考えていろ。デュラル、やれ。キー。悪党というのは本当のようですね。アリサ、悪いがあのロボット、壊させてもらうぜ。制御不能に陥った新機兵は荒神化する危険性があります。停止させましょう。いや、停止させるというか壊すんだよ。ベガ、てめえにも落とし前をつけさせてやる。降りてきやがれ。息があるな。慌てずとも言ってやるわ。その時が来ればな。なんだと？何をしている？何を待っている？てか、じゃあベガさ、ここで俺たちを倒すつもりはないのか？その時が来たらなってさ、ここでだって始末されたらもうその時も何もなくね？あれ、ベガ一応いるの？どうなんだ？上と下で分かれないといけないな、これは。V デュラル。いきなり、射程に入るのもあれなんで。三島の隣に行けばとりあえずは大丈夫か。これね、向きを変えられることが分かったっす。くるくるくる。Y ボタンを押しながら方向転換ができますね。とりあえず最初のターンは街で行くか。よし。でやろ。あ、動かないか。結構みんな積極的に来るんだけど。まあじゃあこの寄ってくる雑魚を倒して XP 稼ぎでもしてますか。俺が行く。こいつはもう単独であれかな、宝箱回収でいいかな。こっちの方に宝箱あったっけ。こっちの方はない。これは壊せるけど、なんか入ってんのかな。これはなんだ、びっくりマークがついている。ドラム缶壊してなんか爆発したりしないかな。まあいいや、ストライダー飛竜はちょっと行くか。で、一応護衛をつけよう。このヤクザモンを護衛につけるか。で、ダンテ先に行け。ブロックは持ってない。もらった、ショットガン。スイートレディもらった、加えな。イッホー。よーし、少し熱くなっちまったな。こいつらちょっとここら辺で待つか。俺が行く。俺様。うん、動かん。下の部隊をじゃあ排除しつつ、上から敵が来るのを待つ方向でいいのかな。行くぜ。エクスカリバー覚えてんの？ちょっと使ってみよう。壁崩しだけど。もう一個覚えるってことか。通常技を。あ、こいつ動けないキャラだ。ちょっと鬱陶しいな。うわ、気絶した。なんてことだ。そう、スキルをね、使えるんすよ。全く使ってなかったけど。てか、使えるっていうの、スキルをね、こうやって使うっていうのをね、知らなかった。ま、いいや。とりあえず、じゃあ、ヤクザモンは、こいつをぶっ倒すか。ガード持ってたっけな？持ってない。抵抗等はいけんな、1800だし。ザーコだ。おお。やっぱ。どうせこのメンツだったらまた敵が出てくるでしょう。
そのか。やっぱり後ろから攻撃すると強いな。いつも行くか。俺だな。まあやっぱり普通の威力 A の技を鍛えてきた方が良さそうっすね。結局気絶とかもボス級のクラスになると無効化してくるんで。少しはできる子になった感じ。まあやられる前にやる。操作するわ。その方向でいくか。構わんぜ。でスキルを使うのにも SP を使うんで、ちょっとね反撃でガンガン SP 使ってたけど、そこら辺も考えていかないといけないですね。ただまあやっぱり倒せるときに倒すっていうの、4800はいけるかな。全然いけるな。余裕だ。梅雨と消えるがいい。やはり来たか。あれこいつは、お、なんか取ってった偽物が。あいつは、え、アクセルさん、なんだ兄弟か。人間にそっくりなアンドロイドを作るシンジゲートの技術さ。こんなものをいつまでも。ベガ、何の意味がある。意味はある。このように使えばな。お、竜と剣だけど。おいアクセル、まったくどこまで行くんだ。騙されてる。ここにも金色の鎖が。それに一体どこなんだ。何者だ。こいつらを呼ぶことに意味があると。剣に竜。どうしてあの二人がこんなところに。起きろ。それにジュンリーにジン、他にも知った顔が。どういうことなんだこれは。結構かぶってんなアキラと竜。こうやってみると剣マスターズ、どうしてこんな場所に。アクセル、いや二人、どうなってんだこいつは。よ、そのアクセルはシャドルが用意した偽物よ。騙されないで二人とも。偽物、シャドルだと。なるほど、偽物ってのは本当らしいな。お仲間はロボットかよ。そいつ自身が人間にそっくりなロボットなのさ。よりによって俺をモデルにしたな。ケン、何があったの。どうしてここに。ニューヨークで格闘大会に出てたんだが、会場の近くに金の鎖が現れてな。おお、リュウ、貴様が大会に出たのか。珍しいこともあるものじゃ。いや、俺は剣に招待されたんだ。その時は客席にいた。警察の避難誘導で外に出たところで剣に会ったんだ。シャドルが兄ちゃんらをおびき出すために偽警官を使おうたってことかいな。その通りだ。来たか、リュウ。お前は、ベガ、生きていたのか。私は不死身よ。そしてそれを永遠のものとするために、竜、貴様が必要なのだ。何？衝撃の告白じゃな。かなり上級者向けの組み合わせじゃが。いやいや、実際はどういう意味？竜が持つ力、それが目的か。さてな、剣マスターズ、貴様にも使い道がありそうだ。へっ、化け物野郎、俺は竜のついでかよ。なめるんじゃねえぞベガ。何が目的かは知らないが、お前の思い通りにはならない。いや、なってもらおう。我が力でな。力は他者に向けるものじゃない。自分を高めてこそだ。それをこの拳で証明する。いや、お前には殺意の波動がある。いずれ目覚める時が来るだろう。おお、めっちゃ気絶したブレイクってひたすら使ってくるキャラだっけ。だよねー。グランドアッパ
ドラゴンスマッシュ。ドラゴンスマッシュ、ドラゴンウィング。破壊する。これは応戦しなくていいか。何がそんなに楽しい。人生楽しそうで羨ましいな。これ一応なんか破壊できるんだっけ、このドラム缶みたいなやつ。移動力が少ねえな。ちょっとスキルを使えないね。 XP100 回復。あ、気絶してんだこいつら。気絶、あ、いっぱいあるな。よしよしよし、まずはストライダー飛竜で、ブレイク攻撃しよう。ブロックはなしか。さあ盛り上がってきたね。あ、変な刀持ってる。ラグナロク、いいね。これ倒したんじゃね。滅びよ。俺の手でメイドに送ってやる。見てはしない。ラグナロク。強い。根性の別れだ。さらば。待った。所詮は偽物のロボット。まったくいい気分はしないぜ。いつまでも俺の偽物を。人間にしか見えないロボットか。恐ろしい話だな。人のことをおもちゃ扱いしやがって。一気残らずぶっ壊してやる。そんないっぱいいるの。じゃあ極道組はこいつを殺すか。こいつはどう考えてもさ、人間には見えない。焼却します。焼却できない。おー食らった。こいつを殴っとくか。ブロックあんのか。そうか。レインストーム消え失せろ。いや見えない。目障りだ。スティンガー。やっぱり人と組んでないとちょっと厳しいな。単独2人ユニットは。でこいつは結構邪魔だから排除しておこう。とこっちに強いやつ、たまにね荒髪にすっげえ強いやつが混ざってんだよね。こちらは雑魚か。おっしゃ。手早い。追加報酬は出るんだろうな。見ちゃいられないぜ。面白くしてやるよ。重ね合わせ一戦やっちまいましょう。二門長中たべ独自の牙。二門長中はぁ邪推奨。二門長中次も勝つために。おお、11レベルか。マジ弱え。行くわよ。これ俺の君夫が高まる。通れ。ちょっと痛い。鍵合いは覇王よ。よろしく。キャーレス法王の構え。ちょっと疲れちゃった。奇跡。よし、大体殲滅したな。あとは上のデュラル部隊か。おっと、荒神が一体近づいてきてた。いてえ。なぜこっちを狙ってくる。あとベガが降りてくるかだな。これほら、おお。あれ、しかもこれなんかあんじゃん。減ってないけど、まあいいや。仕事じゃ。わしを見てキュンとせい。安泰くとっておきサマーソルト。わしの技イケてるじゃろ。蹴りが入らん、上に飛んでくと。相変わら
始まった。ストライダー飛竜はちょっと上に行こう。いずれデュラルが来るから。でチュンリーで、おこいつ上登れる。てか危ねえな、あの爆薬みたいなのに当たるぞこれ。これも回収しとこう。回収部隊来たジューリか。しかも BOW を連れている。ちっ、こんなところに嫌がったか。おいベガ、ジューリーか、守備はどうなっている。サンプルは取り終わってるぜ。ん、細けえ仕事を私にやらせんじゃねえ。先行させたネメシスどもはどうなっている。知らねえよ、私はゾンビのおもりじゃねえ。ふん、まあいいだろう。ならば次は貴様の得意な仕事だ。邪魔者を始末しろ。あ、またこいつらか、しつけえ連中だぜ。ジュリにカムロ町で使われたゾンビどもか。シャドルーメ、かなり本腰を入れてこの時代にやってきてるな。そろそろ仕上げだ。リュウに三島の親子も揃っているならちょうどいい。何、狙いは俺たちの持つ因子か。荒神にリュウに三島一箇所に集めたのか。欲張るんじゃねえよベガ。三島たちは想定外だが、逆に手間が省けるというものよ。このベガが自ら、ん？この感じ、魔界の木か。魔界？ニューヨークだけじゃなく、そんなところともつながっているの。そもそも、我々はサイバースペースからここに来た。時空は大きく歪んでいるようだね。おお。こいつが登場してきた。アンノーン。ん、なんだ、女？貴様何者だ？この力、この女も普通の人間ではない。ふんふんふん、面白い。この女も使えるかもしれん。これは。マレットにいたデビルの女か。魔界とつながっているわけじゃなさそうだ。電脳世界、ニューヨーク。あのことを複数の場所とつながっているのか。そしておそらく、この金の鎖も。マレット島の時と同じか。何か言いたいならはっきり言ったらどうだ。やはりこの女だが、そんなはずがない。化けの皮を剥いでやる。どうした三島和也。お、上に登ってきた。あの島にいた悪魔どもとついてきたか。いい女には取り巻きが多いな。荒神にシャドルにロボット兵器にバイオ兵器、困ったものだね。事態をここで収束させないと、さらに荒神が集まってきたら対処しきれない。ふんふんふん、その必要はない。何？お、ベガが来た。荒神ならばこの私がいればな。どういうことですか。おい、まさか。おっと、ちょっといっぱい出てきたよ。荒神の中型種でもどうして。我がサイコパワーの前に不可能はない。まさか荒神を従えているのか。なんてやつだ。まるで観音種、そんなことが人間にできるなんて。やつが人間かどうかは疑わしいが、まるで猛獣使いだなベガ。操れるのは獣だけではない。そのうち見せてやろう。ふんふんふん。このネイキッドグレネードちゃんをベガとかいうやつのなんとかパワーで。こやつはおそらく違うの。テキーとは違う、何か別の意志を感じるが。ほれ、お主の裸の気持ちを伝えてみ。もう裸じゃないかな。見た目はな、全く心当たりはないのかよ、ジン。ない、そんなことはあってはならない。いやー、心当たりあるだろう、お前ら。叩き伏せ、聞き出せばいいだけのことだ、なんとしてもな。なんだなんだ、めんどくせえことになってんぞ、ベガ。極めて単純だ、全員始末しろ。生き残った者に、我がサイコパワーの洗礼をする。おっと、これ以上好きにはやらせないぜベガ。その通りじゃ、研究成果の独り占めは許せんな。そこじゃないでしょ平八おじさん。さよう、デュラルもこれ以上使わせぬ。荒廃した未来の負の力持ち出させたりはしないわ。
うるさいハエどもがいい加減にしろ。そのセリフそのまま返すぜ。たかが下道が10年早いんだよ。ベガ、お前の拳に宿る悪意、この町で立つ。街頭の闘士たち街頭の闘士って、ちょっと待て、いきなりこんなところに現れても困ります。この荒髪は弱いな。ほいほい、冗談エリ、俺一人で十分で、こいつは一応二人に攻撃できるか。大地を狩る、当ててみろ。上のやつがちょっとパワーあんだな。気合を入れ直せ、鉄山君。必ずリングアウトさせんな。1万近くは、あ、弱い方か。1万近く当たったのは金剛か、金剛種か。結構重めかな、こいつ。よし、倒した。あ、重いマークがついてるな、左上に。ここはこいつらに任せるか。これ、デュラルも来そうだな、そうすると。ちょっと、チュンリー一人は無理だよ。こいつは絶対技使ってくるから。痛い、張り倒された。おっと、来んのか。3000いくつくらいだったらもう余裕だな。後半息切れしちゃった。あとはいかにして XP を貯めるか。これはちょっと混合しだからパワーがあるやつだな。ま、減らせるときに減らす。俺の手で切り開く。思い割にはピョン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 取り跳ねんな。あんまりちょっと当てられなかった。これ以上何が、クズ。うおー、使ってくるか。これ絶対使ってくる。サイコクラッシャー、サイコパワーを受けろ。弱い、弱すぎるぞ。いや、お前がなダメージ当たってないから。ちょっと XP 貯めないといけないな、これ。アイテムがなって、こいつらはちょっとチュンリー一人じゃ無理だから、帰る、帰ります。で、ベガを先に始末しよう。横からこの荒髪をまず攻撃して、頼みます、ブロック解除係。さてどうする。一回油揚げを食おうかな。油揚げパフェ、で後ろからこいつをぶん殴る。ブロックありか。そうなんだよね。レインストーム、消え失せろ、貫け。バラマツで消え失せろ。いや、こっちだ。レインストーム、ショータイム、ミシャスポット。結構当たったな。後ろからやった分だけあるな。よし、いって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 次で倒せるな。この2人が多分攻撃できるっしょ。
だからこいつらはここで雑魚狩りをしてるか。てかまたな、そうすると宝箱取りに行くのがめんどくさくなる。OK。 SP 的にはみんなどうなってんだ。まあいいや、なんか回復させるか。両方回復できるやつ、しかも全体、これにしよう。で、一回殴るか、後ろからブロック解除お願いします。お、毒になった。ベガ毒になるのか。いや、クリティカルではやっぱでもだいぶ当たるな。これは攻撃で倒せんな、竜と剣の。反撃は普通にされたけど、まあいいや。お願いします。ガード外し。成敗。300しか経験値持ってねえのかよ。まあいい、ここですべきことは終わった。逃げる気？待ちなさいベガ。これでも忙しい意味だ。ザコどもと遊ぶ時間などない。次は追う必要があるな。始末した方がいいだろう。うん、いい加減目障りじゃ。奴の目的か。いや、次どこに行くのか教えてくれてもよかったんじゃない。あいつなんかこのまま爆弾のとこ通ってきそうだな、あの雑魚敵。あ、デュラル全然動かないな。まあそれはそれで助かるけど。通常技も次あたり鍛えましょうかね。威力 A のやつを中心に。まあ、雑魚的に状態異常はかけてもしょうがないし、ボスキャラはまあ聞けばいいんですけど、聞かないやつも今後は出てきそうだし、たくさん。複数技かこれ。結構食らうね。しかもヒットポイント回復持ってんじゃん。まずはストライダーヒール後ろからいけんな。やっぱね、後ろから襲う、これ重要。あれ、そうか、そうすると援護ができないのか。どうしようかな。まあいっか。壁はない。でこのままいくか。ほい、あー、ちょっと地面ついちゃったかな今。あ、大丈夫か。超強い1000超えてる一発が。異常だよもうこいつの強さ。完全ボスキラーだな。どん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 レベルが上がっていく。4万8000とかお前はまさか。下がれガザマジン、そいつはここで。何を知っている。じゃあこいつらはちょっと V ディラルの方に向かうか。行くぞ、勝負だ。ニーハオ。構わん。火力的に誰が強いんだ。いやマジで進んでこないな。おー、もはや経験値をくれん。反撃は不可能。いいて。反撃をしとくか。
しろ。ま、経験値はもらえないだろうけど数を減らしておこう。勝利時点の意味は、修行だ。チュンリー複数技使いてえな。そうするとショータイム。どうしようかな。一回また揚げを食うか。揚げ結構ね高いんすよね。俺が行く。でついでにボスも攻撃できるんで一石二鳥。ほいほいほいっと。これはね意外に役立つな。しかも荒幅って結構パワーあるし。息切れしたか。でヒットポイントが減ったところでじゃあカッコ撃破していこう。イリュ、俺も後に続く。人暴れしてやるか。ミスが多いな。引導を渡してやろう。キャッチ。ロック強襲か。伸び上段蹴り。どれやロック強襲か。どれやタッチ進行。うわー倒せない。よし、しょうがない、こいつで倒すか。相手にと倒し独自の牙。あれこいつらだけレベル低いの。てか弱い。130くらいしか当たんねえな一発が。我が心食うなり。12レベルか。行くで。どうする。まだ100溜まってないかな。雑魚を排除していくか。雑魚を排除しつつポイントを貯める。いやーここでさ、だからさ、ちょっとスキル使いたいとかいろいろあるでしょう。そういうインターフェースをもう少し改善してもらいたいな。やばい。痛い。応戦しない。これストライダー飛竜はもうあれだな、宝箱回収に向かって良さそうだな。じゃあ攻撃をしつつ宝箱回収に向かうか。2万3000くらいだもんな。オーケー。未だ未熟ということで、これでこいつのスペシャルアタックを使おう。ほいほいと。刹那の攻め諦めなく、ただ一人続ける。レゴーどもまとめて撃つ。鉄前後もう一度。オーケー。レベルを上げつつ敵のヒットポイントも減らす。スキル、よくわかんないな、スキルの使い道が。壁ありか、そういえばこいつは。受けてみろ。通れ。神聖だ。影刃。反応しない。倒れよ。ザコが決断。ほら。こいつらめっちゃ吹っ飛ばしちゃうな。引導を渡してやろう。飛び上段蹴り。一応崩しにはなるんだ。ま、所詮は中ボスといったところか。ち、ざまねえぜ。こういうちまちましたことには向いてねえんだよ。やっぱりお前には悪役の方が似合うな、ジュリー。いい気になってんじゃねえ。そのうち吠え面かかせてやんよ。何をやろうとしているんだ、シャドル梅。修行だ。行くぞ。邪魔をするな。わしじゃな。いけそう。ちょっと足並みを揃えよう、こいつは。さあ来い。マジで来ない。俺の方から射程に入らないといけないのか。私だって。こいついいや、
横から攻めよう。別動隊。問題ない。あとはアイテム的なものをストライダー飛竜が回収する。下の方とかなんか樽みたいなの長いあるね。この樽を破壊しに行くか。さすがにもう敵が出てくるっていうことはないと思うけど、こいつはな壁が壊せないからな。一旦ちょっと危険だけど乗り込むか。一生懸命やるからね。ドカン、いける。パンパンパン撃つの。気持ちを強く。冷凍弾終わりよ。硬くて軽い、すごいやつ。グワー、晩ご飯抜き。切るぜ。つけてけろ、レコールは。切れろ、つけてけろ、オリオール。切れろ、そこだ。狙い撃ちだ。よし、これでダンテ組んでなんとかなるでしょう。完全に1回分無駄になるからな。意外にレベル13だったか。まだこいつらも平均13なのか。今の舞台は使ってくるね。完全防御章 XP がだいぶ減っちゃったけどしょうがない。こう見るとめっちゃ弱そうだな。何の武装もしていない。反撃するか。こちらか。OK、レベル14。まあヒットポイントは高いと言っても所詮は雑魚的だな。あ、間違えた。こっちだ。うん、これがチャージ状態になってるんで。お任せします。なるほど、あれが上に上がっていくのがちょっと癖をつかまないといけないな。反撃をしとくか。まんべんなく狙ってきたな。私だって PMF だから。これ当たってなくね、ナイフが。よし、これで誰か16レベル。こいつは早いな。複数攻撃があったら使っちゃおう。さあ誰か複数攻撃のある人。ダンテはない。親分ない。こいつはない。みんなねえのかよ。こいつ4歩しか進めないのか。てか全員倒しちゃうとまたアイテム回収できないで終わっちゃうな。回復上ばっかだな。これさあ、あった、こっちに。操作開始だ。俺は見逃さない。こういうところにも目を配らなくては。ボスを一人残しとくのもちょっとダメージを食らうんで、まずはデュラルを破壊するか。ブロックがちょっと厄介だな。お化粧が落ちそう。爆発いける。やっぱアンパン撃つの。ダメンじゃないよ。終わらせる。えい、頼むぞ。フライパン、お気に入りのフライパン破壊してくれ。破壊した。これで完璧。そこだ、レコールも当てます。消えろ、突き抜けろ。レコールも当てます。切るぜ。そこだ、狙い撃ちろ。スレスレで、よし。強いやつがどんどん、じゃあめっちゃ経験値持ってるって。5万4000とか。やっぱ後ろからだな。爆発しよった。ええんか。本物でなければ構わぬ。ベガは本物のことをどこまで知っている。じゃあ1体ずつ倒しますか。これはもうサクッといこう。見せてやるか、力ってやつを。そこか。俺の独壇場ってやつだ。
喧嘩する。やるか。ダン、俺たちに任せておけばいい。いや、オーラー、やったね。キラーシュース、ラウンドトリップ、うまくやれよ。勝てるとでも思っていたか。よし、じゃああとはちょっと宝箱回収になるんで。よし、これでだいぶ取ったかな。じゃあ倒しますか。年の功を見せてやろう。キラキラじゃない。いつもクールに行きたいもんだ。どこを見てる。俺の独断場ってやつだ。ただ突っ立ってるだけのヤクザ。高みの見物だな。そうですか、今世界はそんなことに。他人事やないで、ジョーちゃん。この町も大騒ぎやったやろう。世界や時間をまたいでこの金の鎖は現れているんだ。しかもさっきのベガ、シャドルのような組織がいくつか動いている。ま、ほっとける状態じゃないってことさ。わかりました。我々ゴッドイーターもお手伝いします。あれから3年、頼もしい仲間も大勢増えたんです。申し出はありがたいが、我々はすぐに戻らなければならない。わしらの時代の渋谷にの金の鎖の謎、はっきりさせんとあかんで。ここは竜たちが来た場所、俺たちの時代のニューヨークとつながっている。つまりそこから日本に戻れるってことだな。そうとなれば合流を急ぐべきだ。お、噂をすれば飛んでくるぜ。飛んでくるって、なんだありゃ、シャドルの新兵器か。あれは味方よ、ケン。空飛ぶキャンピングカーみたいなものね。いいえて、妙だ。キャンピングカーか。すげえ大所帯だ。なるほど、こんなところにまでシャドルが。いろいろ企んでる感じだったぜ、金の鎖の。この通りだしな。ネメシス T 型をこの時代に放ったのはやはり奴らだったか。しかも総帥のベガが直接だ。金の鎖に荒神に新騎兵、それに格闘家まで呼び込んで何をするつもりだ。ベガは竜が目的のようだったな。貴様が必要だなどとほざいていたな。ふん、衝撃の告白じゃの。かなり上級者向けの組み合わせじゃが。それはさっき言った。ベガはデビルインシも狙っておる。油断のならんやつじゃ。早く追った方が良さそうね。ゴッドイーターのお嬢ちゃんたちはどうする。上の指示を仰ぐとか言ってたが。ほらほら大丈夫、焦らなくても人数分あるよ。これが5連覇おでんだ。うん、見た目が面白いな。子供たちは喜ぶかもしれない。縦と横、どっちから食べるのが正しいの。気分次第だよ。基本的には縦だけど。これパンが汁を吸収するんだけどいいのかな。一人は謎の食べ物を振る舞っているが、肝心の連絡は。アリサさんが確認をしてくれています。少し待ってください。皆さん、極東支部と連絡が取れました。アリサ、俺たちはすぐに行く。また世話になった。いえ、私も行きます。アリサさん、よろしいのですか。新規兵の機密データが流出したというのは見過ごせません。独立支援部隊クレイドルとしてレイジさんたちと一緒に行動しろという指示です。ずいぶん柔軟な対応だね。過去の時代からタバコとお酒を持ち帰るついでに機密も取り返してこいと。なんだそりゃ、ついでの方が重要じゃねえのか。どなたの指示なのでしょうか。全く全然予想ができません。あと昔のアニメーションや特殊技術を使ったドラマのディスクなども。観光旅行じゃないんじゃぞ。仕方ない、わしがズバッと揃えてやるかの。動機はどうあれ、ベガが荒神のデータを手に入れた今、専門家がいてくれるのは心強いわ。お話し中のところすいません。特殊部隊ブラッド、私たちも同行します。アリサとは所属部隊が違うがいいのか。うちの隊長がね、外の世界を見てこいだって。現独立支援部隊クレイドル、かつての第一部隊と同じ経験をするべきだと。へえ、いい先生じゃん。はい、私、隊長は私たちの大切な友達です。友達かいな、隊長。上司じゃねえのか。よし、じゃあ行ってみよう。そうだ、その前に、金の鎖はどうしよう。極東支部で調査、確保します。新規兵の調整が済み次第、回収に来ると。
私たちではどうにもできないし、それが一番いいんだよね、今は。いつまで立ち話してるつもり？早くしてくれないかしら。決まったならサイコパワーの反応が消えちゃうから。わかった、行こう。まずはニューヨークだな。都合のいいものを用意したな。まったく、エンジン本当大丈夫なの？エンジンを補給してた形跡はないんだけど。ああ、シャドルのベガね、着々と力をつけているよね。あとはシンダも、そろそろまとめて片付けることも考えないと。でも今はこっちが最優先。どのあたりで見切りをつけるかかしら。それじゃあみんな、極東支部の人たちが来る前に即時回収、即時撤退でよろしくね。ラジャー。竜。真の格闘家への道はまだ遠いな。剣マスターズ。俺が剣マスターズだ。間違えないでくれよ。あと新キャラいたっけ？新キャラはいないよな。アリさんは前出てきてたから。よし。というところで、では第17話だっけ？17話、これで終了したいと思います。